コータウン伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、アイルランド貴族爵位。1762年にジェームズ・ストップフォードが除されたことを発端とする。現当主である旧大伯、ジェームズ。明政権以降、現職の国王親衛隊隊長。ストップフォード家は、元来、チェシャー州、マクルズフィールド近郊に位置するソルターズ・フォードに住む、封建領主であったと言われており。 その歴史は、ノルマンコンケスト期以前のニコラス・ストックポートにまで遡ることができる旧家である。その一族のジェームズ・ストップフォードが、イングランド内戦期にアイルランドに渡り、同等各地に領地を得た。その子孫が土着したことが、アングロイコール・アイリッシュ系、コータウン伯爵家につながる。伯爵家の祖ジェームズ・ストップフォードは、父の基盤を受け継いで、 フェトアード選挙区選出の庶民委員議員を務めた後、1758年にアイルランド貴族爵位のウェックスフォード県のコータウン、断爵に除された。さらに1762年にはコータウン伯爵及びストップフォード子爵に登る爵した。二大伯ジェームズはトーリー党の政治家でピット内閣では王室会計長官を務めた。彼はその後の1796年に グレートブリテン貴族として、チェスター王権伯領ソルターズフォードにおける、ソルターズフォード男爵に除されたため、以降ストップフォード家は、貴族院に、自動的に議席を得ることとなる。三大白ジェームズも、父と同様に、王室会計長官を務め、同職を三度にわたって歴任している。その日孫にあたる六大白ジェームズは1901年から20年以上に、わたって、 ウェックスフォード検討官を務めた。彼以降もその直系男子によって承継がなされ、続けている。現党主である旧大伯ジェームズは保守党の政治家として活動しており、1999年の貴族院法制定以降も貴族院に席を置く92人の世襲貴族の一人である。また彼は第一次、明内閣より貴族院における与党院内副幹事及び、 国王親衛隊隊長を務めており、2019年現在も、その職責にある。一族のかつての邸宅は、ウェックスフォード県ゴーリーの近郊のコータウンハウス。現当主である、第9代コータウン伯爵ジェームズ・パトリック・モンタギュー、バーゴイン・ウィンス・ロップ、ストップフォードは、以下の爵位を有している。法定推定相続人は、現当主の息子ストップフォード子爵。 ジェームズ・リチャード・ヤン・モンタギュー・ストップフォード。彼は、ダブリン市外、ミース県、ウェックスフォード県、ウェストミース県、カーロー県、キルケニー県及び、ケリー県の各地に辞書を得たという、常実のアイルランド島各地に辞書を得た、ジェームズ・ストップフォードとは別人物。ありがとうございます。